セフトとは、イギリスの競争馬である。1937年に種母馬として、日本に輸出され、時のミノルなど多くの活躍馬を排出した。1947年から1951年、リーディングサイヤー。イギリスの大馬参加、アーガーハーン3世の生産所有馬として、イギリスで走ったが、同じアーガーハーン3世所有の同世代に、 史上11投目の3冠馬となるバーラムがいたため、クラシック競争で優勝することはできなかった。2000ギニーでは、バーラムとセフトで1、2着となっている。他エクリプスステークスで2着、エプソムダービーでは4着となっているが、バーラムと比べると短距離傾向が強く、最終的に獲得した重賞は、ジャージーステークス、グリーナムステークスなど、いずれも、 距離8ハロン以下の3つの下級重傷のみだった。競争馬引退後は種母馬として日本に輸入され、官営の日高市畜場につなぎようされた。この時期は種母馬の乱熟期であり、1930年代の日本競馬を支えた小祝農場のシアンモア、下佐五両牧場のトールヌソル、その後を担ったプリメロやダイオライト、持ち込め馬の月友など、 数多くの競争相手がいる家中であったが、2年目の3区から早竹が、京都農林省商店4歳小馬を制し、クラシック競争を制覇、太平洋戦争中にもミスセフトが中山4歳品馬特別に優勝した。戦後になると、その主望馬能力が完全に開花して次々と3区が勝ち上がり、競馬再開翌年の1947年から1951年まで、 前期の種ボバは相手に5年連続でリーディングサイヤーとなった。特に1949年、1950年は共に2位の2倍以上、当時の史上最高値となる年間153勝を上げる圧倒的な強さを見せた。しかしこの1950年にセフトは心臓麻痺のため19歳で死亡している。1953年のダービーバボストニアンは、 セフト最後の代表馬になる。ボバクラシックに圧倒的な強さを見せたプリメロ天皇賞に強かった国産守護馬のオスクモハタに対し、セフトは頻馬クラシックに強く女優高峰美恵子所有の2冠頻馬、数位数を筆頭に大花賞、優秀頻馬合わせて7勝を挙げている。抜きんでた早熟成と軽快なスピードは7度のレコード価値を記録し、 セフトにとって、初の東京優秀に優勝馬となった時のミノルに、結実したが、同馬は十戦無敗のまま、東京優秀の競争後に、破傷風で死亡した。最良の三区と目された時のミノルを失ったセフトの後継守護馬は、天皇賞の優勝馬シーマーが第七宝子優の父となり気を吐いたが、他は時のミノルと同期の一世が、さつき商馬大成ホープを生んだ程度で、 競争馬としては時のミノルに次ぐ実績を残したボストニアンなどは大きく期待を裏切った。また活躍馬に頻馬が多かったことなどもあり、その父系はやがて続々と来日した輸入守母馬に押されて衰退していった。しかし現在でも母系に入ってその地を現代に繋いでいる。またアングロアラブの父系としては高倉山三区のみと宝がアングロアラブ日本リーディングサイヤーにななど輝いた。 妻の大道の父となったことで父系を大きく拡大させた。父テトラティマは、セフトが敗れた2000ギニー優勝馬。他ジュライカップなど短距離のレースで活躍した。サラブレッド三大父系のうち、最も衰退が進んでいるへ、ロド系の流れを組む。母はイギリスで三勝。その判定にセントレジャーステークスなどの優勝馬で1937年の、 A リーディングサイアーサラリオが、ハンイモーとイメジェリーの3区に、アイルランド最初の3カンバ、ミュージアム、銅2カンバ、ファイディス兄弟がいる。ただしスマノ大銅はテンプラ疑惑の強い馬で、ジップがミトタカラではないという説も根強くある。詳細は、銅馬の項を参照。他、ありがとうございます。